こんにちは花子の逸品が中尾月花と申します。Hello, dear one, today I throw the turn of the festival on July 7th and the flower of the baby prize in Japan enjoyed writing wishes on bamboo bamboo grass.7 月7日の花といわれるかすみそそして、えー、今から描くこのように下から上へ、えー 笹ですね、まあ、これに願い事の短冊をぶら下げてえお祝いをする行事のご節句の一つなんですけれども、まあ、織姫と彦星が7月7日お天気であれば天の川を渡って1年に1度再会できるわけなんですけれども、まあ、日本だけじゃなくって中国とか韓国とかベトナムなんかも、まあ、いわゆる中華圏ですね あのせっがあると言われるんですが、はい、なんとなくこう小さな時からえ学校ではこれを作った記憶皆さんもあるかと思うんですが、まあね願い事プラス上げるっていう点ではワクワクする行事の一つだと思います。はい、まあこのようにえ適当に笹だけを書いていただいたら、これねもう折り紙とか千代紙で五色の 短冊をご用意いたしました絵の具で描いてもいいんですがこのように貼ると簡単ですし華やかな感じがいたしますまあ、お色がねある程度決まってはいるんですけれども ま後であの言葉を書きますのでその時に簡単にご説明します。だいたい赤、青、黄、え白の代わりに金、黒の代わりに紫っていう色で短冊をご用意いたしました。例えば、えー、ジンっていうねこれは青の色になるんですが他社を 思いやるっていう意味になりますしそして霊ですねこれは赤の色で目上の人を 大切ににっていうお色になりますそして「真、えー」は黄色であの約束を守り正直であることっていうねそし,そして「義理人情」の「義」は白そして「金」っていうことにしましょうルールとか義務を果たすそしてラストに「知」ですね「知」っていうのは知恵の「知」紫黒知識とか知恵をっていうね正しい判断を行いましょうという。 はい、で軽くこのようにやや半月に、えー、満月に近い半月ですがだいたい7月7日って半月の時が多いいらしいんです、はい、では続いてかすみ草の方に参りましょう。これも7月7日の花と言われますが、まあ、白で今回いたしますがこれを綿棒に取ってただ叩くだけです。まあ、あのブルーとか ピンクとかもありますが、もう適当に綿棒で取ったら、このようにパチパチとただただ置いていけばかすみそうになります。まあ,あの天の川の周りの星靴を思わせるということで、7月の7日になっているそうでございます。わ。花言葉は清らかな。心とか無垢の愛とか幸せとかそういった言葉に。 なりますまあ、7月7日はサマーバレ,バレンタインデーと言われてちょうどねメリーズチョコレートカンパニーが2010年に申請してそこからもう定番の行事になっておりますので、えー、7月7日は身近な人に、まあ、そして、えー、お好きな方にかすみ草とチョコっていうのをねサマーバレンタインデーっていうことで送るっていうのもいいかも。 しれませんですわよ。まあ、年に二回バレンタインがあってもいいかと思います。まあ、男性女性に。限らずね。七月七日にぜひ送り合ってみてはいかがでしょうか。はい、おリボンをしてレースをすれば素敵なメッセージカードに仕上がります。はい、本日は七夕の行事の一つ笹竹に願い事を吊るして。 はいサマーバレンタイン、はい、そしてこれはまあ編み飾りって言えばいいのかなダイソーでね、えー、これが100円で売ってるんですよねまあ部屋のどこかにちょっと飾って雰囲気を楽しむのもいいかと思いますわ、はい、結構ねあの可愛いのって結構売れているようですよ 網飾りっていうね、まあ、大量をイメージする編みのイメージだと思うんですが面白いいい、と思いました。はい、本日も楽しく描きましたご節句の一つ七夕のお節句もお楽しみください。ありがとうございます。